朝ごはんでカンナムのおかゆ屋さんにやってきました。あ、いらっしゃいませ。美味しそう。タコキムチがゆで、やっぱ韓国だから付け合わせもいっぱいついてきます。日本にはこんなんないですよね。日本で日本は買いたかったんですけどなかったんで、韓国来たらあったんで買いました。仕入れはショッピングしながら商品の仕入れできるから、まあ、がっつり稼ぐのはもちろんなんですけど、なんかこう買い物のついでに利益商品も買って旅行代ペイみたいな軽い感じでもできるんで、それもめっちゃいいですよね。ニューバランスは仕入れできて、でアウトレットなんで価格もちょっと安いので、まあ見ていこうと思います。これなんですけど仕入れ値が8000円ぐらいで、売り値が1万2000円ちょっとで売れるので利益が3000円ぐらい取れるんですけど、これ3つ買ったら利益が1万です。仕入れのついでに友達の子供のプレゼント買います。ノースフェイスニューコアアウトレットカンナム店で商品買ってきました。店長さんが 10% 引きしてくれてすごく安く買うことができました。利益は5万円ぐらいです。こんにちは、ノースフェイスです。どういったノースフェイスは今まで行ってきた店舗の中で一番店員さんがフレンドリーで優しかったです。この靴なんですけど、メルカリで2万6000円ちょっとで売れていて、日本未発売とのことなので和紙入れが1万7000円ぐらいなんですけど、6000円ぐらい利益が取れます。なんで、まあ、これ日本未発売だから高く売れてて、まあ3つぐらい買っていこうかなと思います。日本未発売の商品を重点的にリサーチすることが利益商品を見つけるポイントです。仕入れもしてお腹も空いたので、若干スタバで休憩しようかなと思います。日本のやっぱアニメのキャラは人気があります、ね。ここ来たらまあ半日ぐらいは過ごせますね。まあ、さっきのアウトレットもあるし、GoTo モールの方がまあやっぱめっちゃ圧倒的に安いですけど、ちょっとプチブラな服とかブランドもちょっと安く買いたいって方はアウトレット行って買い物したりとか、まあ、用途に合わせてお買い物するのがいいかなと思います。この人形なんですけど5400円でメルカリで売って3000円ぐらいで仕入れできるんで、まあ、1500円ぐらい利益取れます。なんで、まあ、ドリンク代になりますね。ケーキも食べれちゃう。基本的には輸入販売資格なしではできないので、まあ、この辺りは仕入れるのはやめておきましょう。今日はノースフェイスとアートボックスとニューバランスで今現時点で8万ぐらいの利益です。でスタバ来て休憩しに来たんですけど、韓国限定のドリンクでラベンダーのラテらしい。もちもちしてて美味しい。うわ、なんか美味しそう。めっちゃこれ韓国味が濃い系が多いから、このスープはあっさりしてていいです。うわ、黄色の色がちょっと違う。卵チヂミです。なんかニラチヂミみたいな薄いやつ食べたかったんですけど、こんなチヂミ来ました。うん、あ、まあ美味しい。
から暑いからサンリオに行きます。サンリオのグッズとかもあるみたいでちょっと見ようかなと思います。500円ぐらいで買えて4000円ぐらいで売れるんでこれ買っていきます。じゃあアイス食べようかな。母はいいやつなんで、ちょっと役やばくないこれ何ウケるわこれ。なんか量と多分値段が若干高かったかも。こっちの方が味は普通です。あっちサンリオのコラボやってて人形とトレカケースが入ってます。1個4900円なんで、まあ、500円ぐらいで買えてメルカリで4500円で売れるので1個あたりで利益が4000円ぐらい取れます。それを2つ購入しました。リップアートがあともう1時間後ぐらいからなんですけど、ちょっと時間あるのでここ31から歩いて、まあ、カロスキルとかでウィンドウショッピングしながら行きたいと思います。8000円から1万ぐらいで取れます。これを仕入れていきます。これ1万7000円で買えてメルカリで3万5000円で売れてます。公式完売品ということで高くなってました。1万5000円利益取れます。めっちゃいいですね。買っていきます。じゃあちょっと今からリップアート行っていきます。リップアート終わってきて今ちょっと麻酔で口が麻痺しててうまく喋れないですなんか面白い。可愛いです。あ、ルーフトップって書いてますよ。あれあれ。わあ。すごい。一日の締めくくりは景色の綺麗なルーフトップバーに来ました。学生の時に帰ったような気分になってめちゃくちゃ楽しいですね。こうやって自由に毎月韓国来れるのも韓国。仕入れを毎月してるからならではの生活スタイルかなって思ってます。やっぱり人生一回きりやし自分の思うようにやりたいことをやるっていうのが私の座右の銘なんですけど、まあ、そんな生活を送れてるのもこの韓国仕入れに出会ったからです。中心のミョンドンとかドンデモンとか人気のエリアやったら結構わーって騒がしいけど、ゆっくりなんかしっぽり飲みたい人はウテオンおすすめ。シーマートで私物のサンダル買ってきました。あ、笑ったら痛い。私物のサンダル買ってきました。おはようございます。どうでしょう、なんかいっぱい味あるやん。これ美味しいんですよね。これも美味しい。これなんか見た目可愛いのにめっちゃ辛いの。買ったのはアイススイートアメリカンです。あの日本のやつみたいにひわってやるマシンでやるやつじゃなくて自分で袋から入れます。めっちゃいい匂い。あのごま油みたいなのやつの匂いがめっちゃいい匂い。韓国この間おかゆ屋さん行ったけどコンビニのおかゆもめちゃくちゃ美味しいからやっぱいいな。お粥めっちゃいいわ。チェックアウトしたので、また私に乗って美容の皮膚科に行きたいと思います。ここの部分はかさぶたができないように水分ドレッシングをしていきます。ちょうどみんなこれ今、美容皮膚科終わりました。この飛龍出血取ってもらったんでテープついてます。で今日は毛穴に効くやつとシミを取るレーザートーニングと白玉点滴しました。であと肌管理の美白ケアやりました。日焼け止め塗ったんですけど終わった瞬間うわ白みたいな感じになってました。で韓国来たら肌ケア系とかあの毎月楽しむこともできるので稼ぐこともできて自分の見た目も美しく保つことができる。これも韓国物販の魅力の一つです。エンプティで従業員にお土産買ってきました。これから使うと思うので名刺入れを買ってきました。今ポップアップストアに来ました。
で、エスパのアルバム1枚買ったらランダムでこのトレカがついてきます。カリナの今回トレカが5000円以上で取引されてるので、ちょっと何枚か買って仕入れしていきたいと思います。アルバム1枚がだいたい2000円くらいです。もしかしたら利益が、3000円か5000円くらい取れていくっていう形になります。なんか今回はこの3人のメンバーはだいたい2000円くらいで売れていきます。なんとカリナさんが一番多いです。なので、まあ、これだけで最近7000円売れるので、まあ、2万ぐらい利益です。18,700円で10枚買ったので、で、まあ、これで利益取れるのと、この人たちで仕入れの回収ができるので、ラス3万で利益取れるっていうイメージです。このアルバム10枚も普通に売れます。とりあえずラッキードローやってきて、カリナの人気のトレカが4枚取れたので、利益3万円取れました。で、もう一つイベントに参加して、写真、フォトが1枚もらいました。タックスリラウンドギリギリ間に合いました。金浦空港の一番ゲートでこの紙に記入して、でレシートと、パスポート見せるだけで OK です。あとは 1,2 ヶ月後にクレジットカードに、タックスリファンドされます。今回も韓国旅行めっちゃ楽しかった。じゃあ帰ります。チャンネル登録よろしくです。